はい、今日はエアストさんのブースに来てます。エアストはボルボのトータルチューナーになります。ボルボの本国スウェーデンはじめヨーロッパ各国でも絶大な支持を得ているチューナーになります。今日は代表の奥田さんにお話をお伺いしてみたいと思います。はい、おはようございます。早速なんですけれども、はい、エアストのコンセプトについてお伺いしてもいいですか？はいはい、エアストはボルボのトータルチューナーです。スポーツ、ダイナミック、それがうちのコンセプトなんですけど、ボルボっていうと、安全安心っていうイメージが強いんですけど、はい、ちょっとしたカスタムをすることによってさらにスポーティーにスタイリッシュに仕上がるっていうので、ちょっとうちの車を見ていただいたら。なるほど、はい、じゃあ早速なんですけど、ちょっとデモカーを紹介してもらってもいいですか？はい、もうパッと見バンパーのこのリップスポイラーで、今回このオートサロンで初めて発表する、はい、まだマスターなんですけど、はい、フロントをつけるだけでこれだけのスポーティー。ああ、なるほど。ちょっと低く見えてかなりスポーティーさが強調されてますよね。で、車高を3センチほど落としてます。はい、これローダウンはスプリングですよね。はい、はい、エアストのダウンスプリングでローダウンされている。はい、はい、で、今回新しく出した、はい、これ新作の21インチです。あ、これ21なんですね。はい、結構すごいサイズが入っちゃうんですね。そうなんですよ。で、ブレーキが変わってます。はい、で、後ろもこれブレーキもすごいですね。ブレーキもやっぱりしっかり止まれるっていうことも非常に重要なんで、スポーティーさ強調するためにもビッグブレーキが入ってるっていう。なるほど。これリアはローター交換。そうですね、ビッグローターとビッグローターにもなってるんですね。ブレーキパッドとで、リア僕エアロがついてるんじゃないかっていうぐらいちょっと迫力あったんですけど、これマフラーが変わってます。なるほど。で、ディフューザーは、日本で発売してない、はい、R デザインっていう、ボルボのスポーティーなグレードのディフューザーに交換してます。そうなんですね。はい、本国設定のあるディフューザーなんですね。なるほど。今後エアストとしても発売する予定なんですけど、はい、今回はちょっと間に合わなかったんで。ああ、なるほど。はい、とりあえず。でも純正オプションとエアストのエアロでもかなりバランスがよく感じますね。はい。もう結構これぐらいのチューニングで、結構ガラッと変わるんで、全然ボルボのイメージが。で、昔のボルボのイメージはこのステーションワゴンっていうイメージが強かったんですけど、最近ボルボでよく売れてるのがこっちの SUV タイプの XC シリーズですよね。こっちがよく売れてるんで非常に街中でも見かけますよね。で、この SUV でももうさらにスポーティーさを出したいということで、はい、一応こちらはフロントリア、はい、リアもエアロパーツが、はいはい、でこっちは角マフラーを使って、カーボン調の角マフラーとディフューザーはここからの交換タイプです。あ、なるほど、はい、じゃあこちらも上側が純正で下側のディフューザーの部分だけエアストのパーツになるんですね。はい、なるほど。だから本当に取り外して交換するっていうタイプ。ああ、なるほど。じゃあその辺の加工も最小限っていうのはやっぱりチューナーらしい部分になってきますね。はい、で、これとマフラーカッターはセットになってるので、はい、なるほど。はい、で一応マフラーも車検対応の、はい、マフラーで、あとはこれも同じ今回の新作の21インチを入れてるんです。ああ、でさらに SUV なんで、22インチとかいうお客さんにはこちらの S7R っていう22インチの設定もあるんですね。なるほど。今回新作を出したんで、でボルボのお客さん保守的なお客さんも多いので、一応21の設定を。もうデザインもシンプルで飽きのこないチューナーらしい攻めすぎてないデザインがすごくいいですよね。で一応ツラーなんかも見ていただいたら、はい、一応ギリギリなところで設定させていただいて、ね、本当に出過ぎず引っ込み過ぎずの絶妙なところ、はい、でこれも同じようにダウンサスで車高だけ落として、はい、スタイリッシュな外観にしてっていうことですね。はい、前もちょっと見てみていいですか？はい、でこちらもフロントのリップスポイラー、はい、この部分がエアストのリップスポイラーがついてる。だから下からポンとつけるだけなんで。なるほど。結構フロント周りスタイリッシュさが強調されて、全然ボルボの XC のイメージが変わってきますね。なるほど。あと他にも機能パーツとか、あとインテリアのパーツなんかもさまざま取り扱ってるんですよね。車体下に取り付けるボディレインフォースメント、いわゆる補強パーツですね。はい、今回これ持ってきてない XC40 っていう車種のを、一番新しいんで展示させてもらってるんですけど、はい、各車種用にいろんな補強パーツを展開させてもらってます。で、結構効果が出るので皆さんに体感してもらってます。で、好評なんで。で、こちらも新しいXC40 用のシートカバーになります。で、今回展示してないんですけど、あとインテリアで、カスタムフロアマットっていう、はい、フロアマットなんかも同じようにカラーが選べて、そうなんですね、受注生産で作るっていう、はいはい、それはすごく好評で、じゃあもうセミオーダーメイドみたいな形で、インテリアのカスタマイズとかドレスアップもできるってことですね。で、そちらに置いてるフィルターとか、この辺の機能パーツも。そうですね、全てが全てパーツ多いんで、はい、展示できないんですけど、代表的な最新のものだけチョイスして、で、チューナーっていうからには、はい、ということで、ECU の、はい、書き換えなんかも一応やらせてもらってます。だからフィルター、はい、ECU マフラーで、はい、パワーもかなり上がってます。それは以前レースやってた経験なんかも生かして、はい、この辺の補強パーツとか耐久の方に参戦されてるんですよね。なんでレースの、培った技術なんかが全て製品の方にフィードバックされてるんで、かなりしっかりした製品作りになってるそうです。はい、というわけで今回はエアストさんのブースで代表の奥田さんにお話をお伺いしました。エアストのパーツはボンドグループでも取り扱ってますんで、ぜひお問い合わせください。奥田代表、ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひボンドグループにお問い合わせください。よろしくお願いします。